10分、午前1時10分、どうも、コークです。どうもどうも。あのね、もう喋る内容忘れた。あのさ、前回の動画撮影の時にね、話したんだけど、今回今年のね、年越しをね、舞妓スキー場の方でスノボしながら年を越そうかなと思ってるんですよ。で、12月31日舞妓の方に行くんだけども、ちょっとね、まだ動画2、3本目だから PR が、ね、大切だなと思って、今回今撮影してくれてるフレンドにね、頼んだんですよ。 PR なんかないかなって、俺のステッカーなんかあったらいいななんて言ってて、そしたら作ってくれちゃったんですよ、これ。これね、もう QR コードもない。で、名前もね、実は入ってる。ちょっと探してほしいんだけど、これをね、何かにね、こう貼っつけてこう配ってったらみたいなね、そんなこと今考えてんだよね、俺ね。舞妓でちょっと会えたら、ぜひ、あの、ちょっと口下手だから、渡すときだいぶ不審者になると思うけど、温かい目で通報しないでね、あの、もらってほしいななんて。それで、古風ってすごくどっかに書いてあるんだけど見にくいけど、もし見つけたらそれをちょっとググってみたらね、こっちのページに飛べるんじゃないのかななんて思ってるんだけど、ぜひよろしくお願いしたいなんて、なんて、そんな今回は紹介動画です。ということで、バイ。